皆さん、非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、あなたは大丈夫？教室の先生が失敗しがちなデータ管理とバックアップのコツについて、ということについてお話をしてみましたいと思います。今日はですね、ノウハウというよりは日々の日常お仕事の管理に近いようなお話ですね。でもこれ結構大事で、ここを立て続けに何人かの先生から、そんな話を聞いたので、これはちょっと言っておかなくてはいけないと前から感じていたことなんですけど、それを今日はちょっとまとめてお話をしてみたいと思います。まずですね、この話をしようと思ったきっかけが当然あるわけですよ。2つのお話があります。でこれは今始まったことではなく、前々からずっと感じていたし、実際にそれで苦労されている先生がいたので、その点大丈夫ですかっていう注意喚起を促すためにお話をしているんですけれども、まず1つ目ですね、顧客管理です。顧客管理、皆さんどうしてますか？私、自分が一人で独立した時に一番最初にきちんとやろうって決めたのは顧客管理です。しかもデータ分析したかったので、最初はですね、顧客管理ソフトとか入れてやってたんですけど、入力が面倒くさすぎてですね、途中で Excel に変えました。はい、いわゆる名前と住所とメールアドレスと電話番号と、どういう口座に来てたのかっていうのが分かるような状態で、そこから並べ替えをしたりとか、地域別に分けたりとか、受けた口座別に人を分けたりとか、分析とか解析とか、したりとかできるんで、エクセルとかにしてたんですけれども、人によってはなんか筆まめとか、なんか年賀状ソフトでやってる、住所だけをね管理したいんだったらやってる方もいらっしゃいますし、その後に出会った、リザーブストックっていうシステムがあって、顧客管理システムなんですけど、そちらの方を使ってもう8年になりますが、そちらは割と私の中で今のところ教室の先生にとってはすごい有利で優秀っていう、管理システムなんですけど、お金とかもねかかったりする分もある、無料でもできる部分はあるんですけど、有料になるとお金がかかるので、人によってはちょっとって思う方もいらっしゃるので、最低でもエクセルとかね、エクセルって何っていう方は、ちょっとね、エクセルぐらいは仕事やるんだったら使っててほしいから覚えてほしい。私はラッキーなことに、オフィス、OL の経験があるので、エクセル、ワード、パワーポイント、この3つぐらい使えないとお仕事にならないので、特に営業とかだとプレゼンテーションとかあるので、パワーポイントとかも使えないとお仕事にならないので、この3つのいわゆる、会社員がね普通に扱えるであろうアプリソフトは、できてました。ただ全然教室業の使い方とオフィスでの使い方って全く違うので、全然オフィスの人が使うほどできなくていいですよ。エクセルなんて表計算と言われてますけど、住所録ってただ打ち込んでるだけですからね、マス目に。ただ分析とか解析したいときには便利です。県別にしてると、どこの県から多く来てるのかとか、口座とかをどの口座が人気なのかって、総人数割るその口座の、割合とか出したりとか、いろいろデータ管理とかするには非常にいいので、まずそのデータ云々っていうねところで、私が一番先生といろんな先生と話してて衝撃だったのが、手書きで管理してる方が多いんですよ。手書きでっていうことは手帳っていう方もいらっしゃったし、まだまともっていうか、まだマシな方が、なんかこういうね、なんか紙入会希望記録みたいな紙でこんなに分厚い状態で持ってる方、今1000人近い先生だとそうなります。2、300人でもこれぐらい紙保管の方いらっしゃいますね。これどこかの段階で絶対にデータ化してください。どこかの段階で失われるものだし、紙だと分析のしようがないんですよ。なのでまず第一弾、紙で持ってる先生はデータ化をしてください。データ化をすると解析と分析ができるようになるのと、あとデータの消失を免れることがあります。はい。消失を免れるっていうのは当然バックアップ取らないといけないんですけれども、パソコンの中だけだとパソコンが
壊れてしまった時になくなります。取り出しができなくなった場合、そうするとパソコンとあと外付けハードディスクっていうものをねやって、そこに移しといてって、これで二重になるんですけど、できれば顧客名簿はクラウドって言って、あのコンピューター上のね上の方でこう送っておいて保管しておいてもらえるっていうし、クラウドシステムっていうのがあるので、そういうもので置いとくか、さっき言ったリザーブストックっていうアプリの中に入れておくかとか、あのそのまあどれかですけど、30バックアップぐらいしておきたいぐらい顧客名簿ってめちゃめちゃ大事で、あの皆さんのお仕事の種ですからね。はい、なのであのしっかり管理して、しっかり分析して、よりいい商品を作っていくということが必要になるので、今紙ベースでやってるっていう方は今すぐ何かしらデータに書き起こしてください。前あの1000人規模の先生が紙で管理してるっていうのを聞いて衝撃を受けた時に、とにかく一旦、そのリザーブストックっていうのに移すにしてもデータで打っていかないといけないので、流し込むっていうことができないんですよね、表になってないと。だからまずそれを作るっていうのを先生がやらなくてもいいから、お金を払ってでも外注さんに依頼してでも打ち込みをお願いしてくださいって言ってやってもらったぐらい優先順位が高い内容です。要はこのデータ管理ができない先生っていうのは分析ができないので、あの傾向とかがねつかめないんですよ。じゃあ自分はあのどこの県の人から好まれるタイプで、なんでその県の人ね、地域とかだったら県の人はよく私のところに来てくれてるんだろうとか、あとどういう講座がどういうタイプの人に人気でとかっていう分析とかができないと、その売っていくセールスをしていく相手を間違えちゃう、ないしは、すごく時間をかけてやらなくてはいけなくなってしまうので、非常に時間の無駄とロスが出ちゃう。だからあの持ってないよりはまだあるだけいいです。だから紙の方は必ずデータに記録を起こしてください。でその活用ができなくてもいいです。とりあえずデータに起こしておいてもらえれば、例えば私のようなデータを活用できる人間が見れば、その並べ替えをしたり相当して組み替えをしてみるとデータが活用できるようになるので、打ち込みがされてないと紙をねこう一枚一枚めくっているのはありえない。なので、2つの意味でデータを活用するっていうためにもデータを起こしてほしいっていうのと、消失を防ぐためです。これがあの一つポイントで、少し残念な話をすると、あの去年ですね、私の知っているクライアントさんで、あの火事に遭ってしまった方がいらっしゃるんですよ。あの不幸にしてね、で消失しちゃうわけですよ全部。それって大変じゃないですか。火事とかそういう災害っていうのは、火事じゃないにしてもですよ、例えば水害とかもあるじゃないですか。パソコンが水浸しになるとかで、まあその重数力とかも、まあ、場合によっては何かのきっかけで消失することがあるので、連絡が取れないっていうのが一番困るんですね。ですから顧客名簿に関しては特にバックアップ30です。あのそれが必要か、パソコンのハードの中まああってもいいです。それが外付けの、記録をしとくメモリー、外付けハードディスクって呼ばれるものに一つ、あとはクラウド、まあ大体この3つ定期的にですねバックアップ取っておくと、仮に自分がどこか違う土地でお仕事することになった時にも連絡を取ることができますから。はい、で特に今の教室業っていうのは絶対に対面じゃなくてもいいわけですよね。オンラインで教えるっていうことにしても、連絡を取れる相手がいないというか、連絡先がわからないっていうのはもう致命的なので、紙で管理している方は今すぐデータに起こす。そして、データに起こしてるけど活用できていない方は活用方法を知る。あのこの活用方法ね、どうやったら活用できるのかっていう要望が多ければ、ちょっと活用方法のセミナーとかやってもいいのかなって思うぐらい大事な話です。でさらに、クラウドっていうところね取っておくっていう、まあ、その30構えでやっておくと、まあ、まあまあいいかなっていう感じなので、まずデータがすごく大事なものなんだということを理解してほしく、大切に扱ってほしいんです。私が前にまた違う先生とお話しして衝撃だったのが、結構連絡ももう取ってないしとか、
最近疎遠だし、もう2年ぐらい離れちゃってる生徒さんなんでって言って、500人ぐらい名簿持ってたのに、1回何かの整理をした時に300人ぐらいの名簿捨てたっていう先生がいて、来ないからって言って、いや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 、もうだってもしかしたらその時空いてるんだけれども、新しい何か講座を作ったら来てくれるかもしれないじゃないですか。連絡先分かんなかったらお知らせのしようがないから、もう本当にそういうもったいないことはやめていただきたいという感じですね。はい、まずこれがね、顧客名簿のところの、まあ、管理ちゃんとやってねっていうお話です。で、同時にもう一個、まあ、最近で気づいた話がレシピですね。レシピもきちんとした正しい保管をされてない先生もまあまあいます。例えばレシピに関わるものだと、レシピを何でやってるか、手書きでさすがにレシピ作ってる方いらっしゃらないかもしれないんですけれども、まあ、例えばワードでもパワーポイントでもエクセルでも何でもいいんですが、まあ、きちんと一応データで作ってある。プリントしたい時にはプリントできる。データは捨てない。データは保管をしておく。それがやっぱりやってほしいです。で、ちょっと注意しなきゃいけないのが、何か外部ソフトとかアプリを使った場合、そのソフトとかアプリケーションを提供している会社が何かがあったりすると、それが取り出せないとか壊れてしまうとかいうことになった場合にはですね、結局その取り出せないことになっちゃうんですよね。だから汎用的に、まあ、潰れないであろう会社、まあ、マイクロソフトとかアドビのPDF とか何かそういったものに一旦変換しておいて、まあ、それが再現できるような形であるようなアプリケーションソフトでもともと作ってる方がいいです。便利でね、そういうものをウェブ系で提供しているところもあるんですけど、サービスがね止まっちゃう場合あるんですよ。そうするとそこのやつを一回吐き出して、何かでデータとかして出して、もう一回どこかに入力し直さないといけないので。とてもとても大変なんで、まあ私がおすすめなのは、まあいわゆるそのマイクロソフトのオフィスの系のやつですね。ワード、エクセル、パワーポイント、まあ大体これで作っておけば大抵大丈夫なはずなので、はい、そのあたりが、まあ、一つポイントで分かっててほしいなっていうことですね。で、それと同時に写真、これも結構保管方法間違えちゃってる先生とか多いので、これもしっかり保管してほしいんですが、携帯で撮って加工して、携帯でね撮ったものを、まあ、一瞬だけその時一瞬だけパソコンに送って、で加工するのにサイズ変えちゃったり、文字とかなんか入れるじゃないですか、ロゴコメントみたいなの入れちゃって、で入れちゃったことによって他のオリジナルのものを全部消してる。保管しとく場所がないからとか言って消しちゃったとかいう先生、残念な話もよく聞くんですけど、そこはお金を払ってでもハードディスク、今だったら2テラとか4テラとかでも2万円とか3万円もあれば買えますので、それ絶対的に保管しといてほしいんですよ。動画と写真は生ものをです。写真とか特に加工しちゃったやつはもうオリジナルの大きいものにどうやってもできないので、捨てられちゃってしまっていると、これ結構話してると多いんですよ、先生とお話ししてると。だから必ずですね、加工したものだけじゃなくて、加工する前の写真も絶対撮っといてください。ピンボケ以外はもしかしたら撮れるかもしれないので、その時縦位置しか使ってなくても、横位置と縦位置と両方とも撮っておくと、後でいろんな風に使えたりすることもできるんですね。だから捨てない。容量がないんだったら容量をちゃんと買ってでも確保する。それでも撮っておいてほしいんです。っていうのが、技術があれば多少暗い写真とか多少こう生きてない写真も、フォトショップとかいろんなアプリ使えばどうにかなる時があるんですよ。でも一旦先生がちっちゃくしちゃった、データサイズをちっちゃくしちゃったやつを大きくはできないんですよね。大きくすると荒れてしまうんで、画像が。そうすると結局撮り直しになっちゃうんですよ。お料理とかが一番痛手が大きいですね。撮り直し痛手が大きい。
だって全部作り直さないといけないから。パンもお菓子も痛いです。サクッとね、そこに置いてあるものを取るだけっていうならまだいいんですけど、お料理って作るところから始まるので、やり直しっていうともうそれだけで3時間から5時間かかってしまいますよね。しかも取る時間って考えると、オリジナルデータはちゃんと取っておいてください。あなたが今加工できなくても、成長した後には加工できる自分になってる可能性があるから、はい、ブログ用にね、加工しちゃいましたのしかありませんとかっていう声すっごく多いんですよ。しかもこれ文字いらないんで、外したのないですかっていうと、いやそれしか持ってないですとかよく言われて、残念な話になったことがよくよくあります。はい、特によく残念だったのが電子書籍ですね。電子書籍を教えてて、発刊しようっていう時に写真をそのまま加工しながらレシピ本とか作っていく時あるんですけど、ちっちゃいともう加工のしようがない、サイズが。あと文字が入っちゃってるとそれを取り除く手間がかかる。だからオリジナルデータを絶対的にちゃんと保管しといてもらって、しかもちゃんとファイルで分かるようにフォルダ分けをして整理をした状態で保管しててほしいです。はい、これができてない先生がまあまあ多いです。でちなみに私は写真がめちゃめちゃ財産なので、10年近くやってますので、ものすごい量の写真があります。10万くらいあるんじゃないですか、多分。で当然その中で大事なものとそうでないものとかありますけれども、もうこれなくなると撮り直し効かないものもまあまあ多いです。まあ、あと観光とか旅行ももちろんです。ね、フランスとかで燃えてしまった寺院とかありますけど、それとかも写真には残ってます、その時行った時のね。なので思い出とかも含めてなんですけど、写真のバックアップはメンテナンスにお金がかかっても、ローカルっていうその手元のところのハードディスクと、あと上の雲の上のクラウドと、まあ、両方取っておく必要があります。私は30バックアップしてます。それも仕事のネタだからです。はい、なのでその危機管理とかに対してコストをかけない先生が多すぎるというのを最近思っていて、取り直しができないものでものすごく大変なものは絶対にバックアップです。はい、でそれもローカルって言われる自分の手元だけじゃなくて、雲の上クラウドサービスって言われるものにも置いておくと、どっかから取り出しができます、最悪なくなっても。でこれを、まあ、例えばね、こうやって話すじゃないですか。それでも他人事のように聞いてる先生が数ヶ月後とかに困ったことになっちゃった時にふと思い出すんですよ、私の話を。だからこれを聞いた時に、あって思った方はぜひね、ちょっと見直しで時間をとってもどうにかした方がいいです。これは忙しいからって言っていると先生って本当やらないです。でもやらないと困った時に本当に致命的な困ることになるので、はい、もう生徒さんの住所とか連絡先もそうだし、レシピもそうです。この2つは絶対的にバックアップをしっかりとってほしいということですね。はい、ですから、まあ、大体30がいいっていうお話になります。でこれは他人事として聞かない、本当にいつ起こってもおかしくないんですよ。特に今オンライン全盛の時代なんで、ハッカーとかなんか悪気がある人が変なウイルスで侵入してきて、どうにかプログラム変えちゃうとかいうことだってあります。ホームページ乗っ取り、Facebook とかもね、乗っ取りとかもありますけれども、データ破壊とか普通にあります。だからそれでも被害を最小限に抑えたかったら、自衛である程度守っていく、そういう知恵も今後オンラインのレッスンとかオンラインの授業が増えてきた先生は、もうコンピューターが苦手ですとか言ってられない時代になっちゃいました。覚えていくしかないんですよ、一個ずつ。だからまずその手始めとしてバックアップ、保存、保管、これの中で特に重要な、復元がするのが困難で大変な顧客管理の顧客の名簿とレシピ、写真も含めて、ここは
とても重要な事項になってきますので、ぜひこの機会に、ご自身の体制を見直しをして、トライできるところはトライしていっていただければというふうに思います。それでは。